みんなで空気読み3。こんにちは、朝日です。さあ本日はですね、みんなでちょっと待って、くちゃくちゃ言ってんだ俺の口。みんなで空気読み3をねやっていきたいと思います。いや、このゲームね、前回もやったことがあって、いつやったっけな。いや、久々にねやりたくなってね。みんなこういう時ない？いや、たまにさ、給食で出てくるさ、カレーをさ一人で全部食べちゃった時とかさ、どうなんだろう、空気読めてんのかなみたいな、そういう時ない？ないか。ということでやっていきたいと思います。なんか長々喋っちゃったね、ごめんね。ちょっと音量が1になってると思うんだけど、十分でかいからもうね、音量1で十分でかいからやっていくんだけど、前回確かね2人で空気読みを1人でやったんだよね。バカですねバカバカ丸出しのね作業なんですけど、今回ね空気読み普通にやっていきたいと思います。サクッと空気読みはね、昨夜さんだからやるんでしょみたいな言われると思うんだけど、別にそういうことじゃなくて、前回やったんだよね確か。サクッと空気読み確かね、なんか10個ぐらいしか出てこなくて、今回ね普通の空気読みをねやっていきたいと思います。確か普通の空気読みはまだねやってなかったんで、やっていこうかな。いや、4ヶ月前ぐらいだよね本当に。ここは自由に空気を読んで、でもこれ、前読んだからいいか、飛ばしていい？なんとなくわかるよね。まあ、空気読んだらいいんですよ。赤いのが主人公なんだよね、このゲームの。それをまあ動かしてって、自動的にっていうか、空気読もうねっていう。いや、このゲームのちょっといいところを言うと、俺動画内で、自分でボケて自分でツッコミ入れる場合とかあるんだけど、このゲームめちゃめちゃボケてくれるんで、俺がね、ツッコミしか入れなくていいっていう。そういうのがあるからめちゃめちゃ嬉しいんだよね。楽なんだよね。さあやっていこうか。第1問。めっちゃ楽しみにしてたからさ、なんか切り抜き動画とか、どこ座ってんの？知ってる人、この人。何したらよかったのこれ。手すり持ったらよかったってことか。常識外れだったの俺今の。何これ。これ何？マリオみたいな感じ？ドラクエみたいな。おう、お前とか言うなよ。お前、なんだお前、三角チキンみたいな頭して。世界は魔王の手により、この世界を救ってはくれぬか。いいよ、別に救ってあげる。これ、いいや押していい？やっぱね。みんないいや押すよね、最初は。どうなるかって。そういうではない。世界の危機なのだ。なんか普通だね。普通っぽいね。この世界を、救ってはくれぬか。これね、いいや押したくなるんだよ。ごめんね、ちょっとやらせて。これはなんかドラクエだったら何回も同じね。待って、同じセリフじゃないわ。もしや、セリフをすべて読まないと先には進めぬか。世界を救ってくれ。やっぱいいや押すよねこれいいや押す人結構多いんじゃないかな。はいだと終わっちゃうよね、すぐに。もう新しいセリフはないぞ。いや、新しいあるじゃん。もう言ってるからね、新しいセリフって。で、世界を救ってくれ。ごめんなさい、断ります。ちょっとね、俺には難しいですね。もう新しいセリフ、言ってるってもうその新しいセリフって言ってることは新しいセリフなのよ。それに気づいて、王様。どうなるこれ。そろそろ諦めて。もうマジで一生のねもうしゃあないな、しゃあない。もう早押してあげるから。逆になってる、王様逆になってる。やっぱいいだよね。ごめんなさい、王様ごめんなさい。俺めっちゃ断っちゃった。ケチャップってどう置くかな。基本的に俺はさ、こうやって置くことが多いんだけどさ。待って、いじった。もうなかったんだ、上、ケチャップ。右のさ、ケチャップもうなかったんだ、ごめん。やらかしたな、これ、何これ。この中に。これで、入れずに先進むか、この穴に入れるかって感じか。やっぱ穴入れるんじゃないこれ、大体の人は。ちょっとずれてんのが気になるけどね。なんか、歯茎と歯の位置がちょっとずれてるみたいな感じ。第5問。さあ、どうなる。KY マート。これ、どっちが、やっぱこっち並ぶのはおかしいよね。こっちだよね、やっぱり。そうじゃない？なるほど。コロナの時期だから、なかなかね、この線で待ちましょうって感じか。ちょっと横取りしたいな。会計中なのにさ、横取りするってやばいけどね。今回の5問は、ほんとやんわりと読めてるっぽい。なんか、ほんとやんわりとってよくわかんないよね。読めてんのかな？なかなかね、やっぱボケが多いね、このゲームは。第6問。今日どこまでやろうかな？なんか20問ぐらいまでやる？いけない、遅刻、パン食われてる。猫かわいい！猫、やばい！
どうしようどうしよう、どうしたらいいのこれ。猫かわいい、猫かわいい、ちょっと待って、触りたい、この猫かわいい。気づいてくれないの、猫猫遅刻なんだった、ごめん。遅刻なんだったら猫を見てる暇なかったね。何これ、お兄ちゃんお腹すいた、お兄ちゃんが何とかするから頑張って。ババ抜き選手権で、あーなるほど、自分がこれだから、あ、お寿司食べ放題。これ運じゃない、完全に。なんで、完全に運じゃんこれ。仕方ないよ、うん、運にはもう逆らえないから。坊や坊や、もう運には逆らえないから。何これ、あ、菅総理みたいなやつ来た、取りますよ。やっぱ真ん中っしょ、いや真ん中っしょやっぱり。これ、あ、令和令和来た、令和来た、令和。これ、これ、はい、チーズ。ふざけすぎだな、俺、ちょっと。もうちょっと真面目にやる？ごめんね。ちょっと真面目にやるわ。ちょっとふざけすぎても面白くないから。あ、なるほどね。こうやってやっ、あ、待って、違う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 って違うって。え、ミスった、ミスった。え、違う。おー、神回避。すごい、なんか、前の人もっこりしてるね、ちょっとだけ。さあ、これで第10問来ました。いい感じなんじゃないかな。持久走大会。持久走大会が。あ、2人でゴールした。あ、よくあるパティーンだね、これ。なるほど。この子に合わせるみたいな感じか。いや、ごめん。これはでも、ビリをつける戦いだから、どちらかがね、ビリになるっていうのを決めるから、もう先ゴールしていいと思う。2人でっていうのは難しいと思うからね。同時っていうのは。途中経過。俺何言ってたんだろう、さっき。よくわかんない言葉走ってたよね。なんともなしに。本当に読めてるか今の。令和の例しか見えなかったけど、写真。だいぶ読めてないと思うけどね。まあ、とりあえず今回ね。いや、11問からマジで真面目にやっていきます。今日もラブレター渡せなかったな。風に乗ってあの人に届いてくれればいいのに、絶対無理だって。ドラえもんじゃないんだから。あ、届い、でも頭刺した、これ、やば、ダメなんじゃないこれ。頭。いや、どうしたらよかったのこれ。これどうしたらよかったの逆に。頭の後ろついたったんだけど。なにこれ、あーなるほど。ここで避ける。あ、違うわ。これジャンプするってことだよね。鼻くそみたいな落ちてきて終わったんだけど。鼻くそ落ちてきて終わったんだけど。とりあえず、面白い動画見つけて、楽しみ。なになに気になる。これこれこれ、めっちゃ見たかったこれ。あ、肉食系 CM 出会えるんだって。いいね。めちゃめちゃあれ気になってたんだよね。これ何これ、あー、バスね。これ。あー、押したいのね。あ、かわいそうだから押してあげよう。うん。うん、この小さい子には優しいから俺、めちゃめちゃ。小さい子にはめちゃめちゃ優しいから。大きい子にはあんま優しくないよ。んで、何これ、空気。あ、なるほど。これでシャープペン。これでいいんじゃない、もうちょっといる。なんでそんな出るの、もうちょっとなんか、もうちょいだけにして、もうちょいだけに。なんか、出すぎじゃない ?2 発目が。2発目めっちゃ出すぎなや、それ。今回の5問は、なんとも、あ、マジか、さっきと変わんない?紙飛行機降りすぎじゃない?本当に。鶴折ってよ。とりあえず、16問来たね。結構早いね、ペースが。問題何問あるんだろう。装飾系の試合だ。あ、待って、あ、どういう格好で行くかか。これっしょ、やっぱり。いける?いいんじゃない?悪くない?どう?マリオみたいな格好してんだけど。悪くないんじゃない?でも、意外と。草野球の試合だって書いてあったよね。悪くなさそうだけど。で、あ、なんかマイケル・ジャクソンみたいなやついる。開いたんだったらこっち行く。待って、なんで座っちゃうの?おばあちゃん、おばあちゃんがいるんだったらもう仕方ない。なんか浮いてない、ああ、よかった。おじいちゃんだったね。どっち、おばあちゃんかおじいちゃん。いや、どっちでもいいんだよ、別に。完璧、完璧。やっぱね、年寄りにもやっぱり優しくする。大きい子には優しくしないって言ってたけど、年寄りには優しくするわ。こちらが今話題のパンケーキです。見てください。ダメダメダメ。さすがにダメ。さすがにダメ。これはこうじゃいいんじゃないかな。よし、いい感じなんじゃない?なんかほんとやんわりとって結構いい感じな気がするな。表現としては。だから、なんともなしには多分そこまで大したことない。ああ、なるほどね。熱そうだからこれで。何?多少開けるぐらいがいいんじゃない?これ。違うかな?
もうどうしたらいいのこれ、めっちゃわかんないんだけど。これみんなだったらどうする？これぐらいがいいよね、大体。多少開けるぐらいが多分ちょうどいいと思うんだけどね。え、合ってるこれ？こうがいい？逆に。もうわかんない、全然。これどうしたらいいの？みんなだったらどうする？俺だったら多少開けるんだけど、汗かいてたからちょっと困ったんだよね。ニュートンひらめきそうな気がする。何これ？え、俺ニュートンわかんないんだけど、あんまり。ジャンプした。何これ？攻撃しよう、ニュートンに。え、これ何、これ、何、なんでブロッコリー、あ、どう？あー、マジか。多分これ一番最低な評価だよね。いや、マジか。でもいい感じだよね。いい感じではないか。ごめんなさい。全然いい感じじゃないと思うけど。さあ、21問来ました。やっぱボケがめちゃめちゃ多いね。ほんと、ボケなくていいわ。あ、これで、あ、ニュートンのやつね。続きね。テコーンってやったら、一個ずつこうやっていくやつね。トーンってやって、エローンってやったら、行って、ちょっと遅れてるけどね。不自然だけどね。いいよ。オッケーオッケーオッケー。今のめっちゃ読めてると思う。おそらく。いい感じだと思うよ。で、スマホ触ってます。ダメ！ダメダメ！ダメ！なんでそんな傾くの？逆になんでそんな傾くの？よくわかんないんだけど。こいつなんでこんな傾くのかよくわかんない。とりあえず行って、コントロールできてなさすぎな気がするけど。んで？なにこれ？あ、なるほど。え？これ。手遅れじゃない？もう。え、これどうしたらいいのこれ。え、上上がんないんだけど、これどうすんのこれ。上上がんないんだけど、上上げたくても下しか降りなかった。どういうことだろう。カニさん、かわいいカニさん。ちょうど俺のね、あ、なに、なにこれ。あ、あ、ラブ注入してるから、こいつはもう、あ、ごめんなさい。ごめんなさい。25問ですね。結構ちっちゃいカニだったね。あ、いや、でかいか。東京でも頑張って、あ、これ見たことある気がするな。絶対手紙書くから、うん。絶対書かないやつだね、これ。手紙書くからって。こんな表情で言われても。どう？バイバイしよう、バイバイ。バイバーイって。あれ？バイバーイって。あれ？しないの？バイバーイって。帰んな。え、バイバイできんの？できない？グッバイ宣言できない？グッバイって。走ってる走ってる。なんで電車についていけるのこいつは。ボルトより速いじゃん。めちゃめちゃ速いじゃん。なんか陸上選手になれそうだけど。今回の顧問は、そこ、あ、よくなってんじゃないこれ。そこはかとなくって。え、よくなってる気がするんだけど。気のせいこれ。さあ、やっていこうか。歯医者に来ました。ドキドキ。めっちゃ膨れてるけど。あ、怖いな、この先生。え、なんて言った？痛かったら手挙げてくださいって言ってたね。痛いだろこれは。これは痛いだろ。あ、痛くないのか。え、待て、怖い怖い怖い。え、ダメだ、怖いって。え、やばい、怖い。え、これ大丈夫？歯全部持っていかれないこれ。え、いや大丈夫、先生なら大丈夫だから。止めてくんなかったじゃん、俺が手あげても全然。先生やぶ医者かな。とりあえずロボット。え、真ん中へ来てー。いや、ごめんなさい。さすがに空気を見たいんで、俺も、こっちを行きたいと思います。いや、真ん中めちゃめちゃ行きたかったけどね、俺。なんか、クレヨンしんちゃんに出てくるロボットみたいなやつで。これ一番ね、簡単だったんじゃない？今までで。で、28問。さあ、どうなる？あ、猫だ。これやったことあるな。ルンバに、ルンバの上に乗るみたいなの。あ、結構、コントロール難しいな。ルンバの上に乗るみたいなのが一番いい気がする。ルンバの上乗れる？いいよ。来た、かわいいかわいい。めっちゃかわいいんだけど、あの猫めっちゃかわいい。フィギュアとして欲しいな、普通に。なんか置いときたいな、トイレの上に。あ、これで隠れます。いいね、バレてない今の。これで、なるほど、悪霊退治みたいな人が来て忍者が隠れてると。はいはい、オッケー。これもなかなか簡単だったね。これいい感じなんじゃない今のところ。何これ、え、何これ。あーなるほどね。はいはい、これはね、風がない方がいいわ。多少あった方がいいかな。多少はあった方がいい気がする。
いいね、いいね、いいね、いいね。ちょっとだけあるみたいな風。風一個もなかったら暑いじゃん、めちゃめちゃ。めっちゃ埋めてんじゃない俺、今回。マジで？あ、これやりたかったの。見してくれた。めっちゃ美女じゃん。めっちゃ美女じゃん。さあ、とりあえずやっていって、31問まで来ました。何これ？あ、シーソーね。だからこれを、俺、ジャンピングしたらいいんだね。なんで？なんで俺めちゃめちゃこんな動くの？なるほど。後ろに動くからちょっとだけ前に出る。オッケー、完璧。で、これでずっと持続させていくんだな。で、これで、なんで前行かないの？よし。いい感じ。よし。いい感じ。で、コントロールがなかなか難しいね。スリーザリオみたいなぐらい難しい。スプラトゥーンぐらい難しいかもしれない。スプラトゥーンより難しい、多分これ。俺が今までやったゲームだから一番難しかったと思う。で、32問来ました。ダウンロード中。あ、アプリのね、ダウンロード中で。これ早い方がいいんじゃない？ん？なんで戻んの？え？おかしくない？え？ちょっと待って。どうやんのこれ。違う。違うって。で、終わんないんだけど。終わんないんだけど、ダウンロードが。第一会議室。はい。続きまして、こちらの資料をご覧ください。どの資料？なるほど。まあ、これ。まあ、こっちだよね。うん、まあ、こっちだよね。うん、やばかったな。教授パンツ履いてなかったぞ、あいつ。で、これ何これ？あ、ケチャップかけるのね。なるほど。待って。いいね、サク。今の楽しい。今のミニゲームとして何回もやりたいんだけど、めっちゃ楽しい。牛さんめっちゃ可愛いな。めっちゃ可愛い牛だね。こんな、ちょっと怖く見えてきたけど、ずっと前向いてるから。お腹ペコちゃんや。あ。いや、まあ、よくある。見ちゃダメ。見ちゃダメだよ。うん、これは見ちゃダメだよ。あの牛たちがね。まあ、世界は残酷なんで。世界はね、もう、何かを食っていないと生きていけないからね。そこ頭となく読めてるっぽい。こんなに人間いるの？え？こんなに人間いたっけ？俺やったとき。さあ、ボケがやっぱ多いね。36問だから、あと15問ぐらいもやろうかな。なんこれ、上杉謙信だよね。え？これでいいよね。完璧。よし、37問来まして、5問ずつにこう区切り入ってんのいいね。今日は彼氏とデートだ。で？あ、彼氏とデートの格好を決めると。これ。これと、あ、違う、なんでそれ？あ、違う。やばい格好してるんだけど、テテじゃねえんだよ。ヒョウ柄結構その服に合わないよ、めちゃめちゃ。まあ、野球服よりかはマシだったけど、彼氏とお化け屋敷だ。結構ハンサムな彼氏だね。あ、違う、こうやってね。え？違うって。いいね。こうやってやるんでしょ？やっぱ怖かった方が、彼氏はね、嬉しいから、ね。宇宙人はそれは逃げた方がいい。って。彼氏も結構驚いてるね。なんか、ずっと無表情かなと思ったんだけど。結構驚いてたね。次はジェットコースターだ。結構いろんなとこ行ってるね。ジェットコースターか。で、降りるときにわーってなるよね。いや、いいね。いや、こうなるよね。でも俺苦手なんだよね、ジェットコースターめちゃめちゃ。前振り下ろされたことあるんだよね。ジェットコースターから。いいね。え、これ以外なんもなくない？めちゃめちゃ簡単なんじゃない？あ、ちょっと遅れたな、俺。なんか空気読めなかったんじゃない？今ので。大丈夫？で、あ、オッケー。40万来た。よーし。違う。音量下げたかったんだけど。え、どういうこと？音量下げたかっただけなんだけど。5問はさっき、程よく読めたら、かなりいいんじゃない？え？かなり良くない？いや、こいつらの表情、俺の顔と今めっちゃ似てるんだけど。さあ、41問来ました。お会計の時間です。なるほど。これはなんとなく読めるぞ。お会計。いや、いいよ。いいよって言うんだったら、払ってもらったらいいんじゃない？よーし、完璧。今回早かったね、1問目。めちゃめちゃ早く終わったんだけど、1分ぐらいで終わったよね。1秒か。明日はデート。明日は遠足。いいね。野球、あ、野外ライブいいな。俺も行きたいんだよな。ダメ。それはダメ。
これ何、これ風神、風神雷神みたいな感じ。あ、なるほど、これで雲を避けます。いい感じじゃない。どこ県に住んでるとか分かったら俺そこの県だけ吹っ飛ばすんだけどね。まあ、とりあえず吹っ飛ばしいのして、何で吹っ飛ばしてんのこれ。ゴミ袋かなんかで吹っ飛ばしてんのかな。まあなんか頭の上なんかうんちみたいなの入ってるけど、まあ、とりあえず行きます。こんなやつ現れたらもうビッグニュースだけどね、本当にニュースになっちゃうよ。43問、今日のお昼はコンビニで。あー、賞味期限ね。なるほど、やっぱ今日だ。いや、こっちでしょ。逆に右選ぶ人いるの。あー、でもいるか、そりゃ。なんか、うん、今日中のものってちょっと抵抗ある人はいるよね。これ一回やったやつじゃないのか。あー、なるほど、おじいちゃんがこっち並ぶから俺はほんじゃこっち並ぼうか。どっちでもいいのか、それだったら。どっちでもよくない。別にどっちでもよくないこれなら。え、だって結局3人目になるからね、どうやっても完璧完璧、今んとこ完璧なんじゃない。もうおじいちゃんの後ろでいいんじゃないかな、別に。彼氏にかわい、え、かわいく、あ、これいいんじゃない。彼氏反応しろ。全然顔見えないんだけど、のり弁当みたいな顔しか見えてないんだけど、後ろ姿しか。今回の5問は程よく、あ、出た、ゴミ袋の魔人。なんか目の上ゴマみたいなのついてるぞこいつ。さあ46問、あと5問だよ。いやマジか、結構早いな、面白いな。でこれが何してるこれ。あー、すま、ちょっと待って、え、待って、やめて、な、やめてよ、やめてよ。え、何こいつ、何こいつ、え、頭悪いのこいつ、やめて、やめて、え、待って、え、待って、やめて。急にホラーゲームなんだけど、びっくりした、急にホラーゲームなんだけど。キャンプ体験ツアー、お、え、え、だ、よく、大丈夫、あ、大丈夫だった、よかった。え、今ので大丈夫だったんだ。太陽が火になるってよくわかんないけど。あ、みんなで空気読み、あ、2人でやるんだったらオプション、やっぱオプションからやるでしょ。遊び方からみんなね、やっぱりやると思うんだよね、見ると思うんだよね。遭難しました。これ知ってるぞ、俺やったことある。起きなさい、あなた起きなさい、雪山だよ。起きて、早く、熊に襲われる前に早く起きて、早く早く起きて。もう虐待にしか見えない。あ、最後、最後で決まる、これ何、お客様に、あ、初めてだこれ、何これ、お茶を出して、お茶、お茶でも、お茶が、お茶がない、お茶が、ホットでいい、いや水出す方がいいなこれ、水出し。俺さ、緑茶と水今混ぜようとしたよね。